武将がお酒を飲むシーンを見て、美味しそうだなぁ、と感じるお酒が飲めないゆっくり霊夢です。昔のお酒ってどれぐらい度が高いのか、とかを研究しても面白そうだなと感じるゆっくり悟りです。さて、今回は武将紹介外伝。今回紹介するのは、秦国一番の名宰相、と呼ばれた隠れた名将。司会よ。隠れた名将って響きってかっこいいですよね。なんか知る人ぞ知るって感じの独占感的な。私が司会をなんで紹介しようかと思ったのかというと、この時代は本当に魅力的な人物だらけでみんなに知ってほしい武将だらけなのよ。例えば、謀反人の息子の名臣、激血。足に障害を負った武人、激国。国を裏切らなかったせいで名将になれなかった男、上遁。と結構いるわ。君主で言えば、聖の観光やその相応。秦の牧公や、秦の文公長寿と名君が続いた時代なんですよ。改めて濃すぎます。さて、改めて紹介する男は司会。またの名を半武士。混沌の時代に生まれ、常に大臣の後ろに立って補佐し続けた男。彼は一体どういった人物なんですか？まずは安定の時代背景から。この時代は紀元前600年頃の時代ね。いわゆる春秋時代と呼ばれる時代。今回の主人公である司会は、大きな国で一番国力のある秦の国の大臣の子として生まれたわ。いわゆるボンボンね。彼の一族の氏一族はかなりの名家で、秦国内でもかなり権力を持っています。もう出世は約束されたものです。普通はそうなんだけど、司会は末子。長男でないと家督は継げないのでその恩恵を受けることはできないわ。そんな名もなき貴族の彼が初めて歴史に名が載るのが紀元前632年。秦の覇者、文公長寿が外の戦、上国の戦いをすると彼も参戦したわ。この戦いは秦の大将で終わるんだけど、君主の馬車の将である周子卿が勝手に帰っちゃって、将の席が空席になっちゃったの。この将ってのは君主の馬車を守る職業なので空きが出ることは許されない。そこで君主の長寿は直々に司会を将に任命し、皆が驚いたわ。将なんて相当君主から信頼されている、裏切らない臣下、や、一騎当選、の武勇を持っている者が任命される職業です。司会はこの両方に属しているとは思えません。君主の長寿から見て、司会がそれほどの人物だと思ったってことでしょうか。それから11年、司会の名は歴史に載らないけど、次に出てくるのが紀元前621年。秦の君主の長寿はとうに亡くなり、長寿の息子の上皇が即位してたわ。当時の大臣は小夜子、ナンバー2派長遁という男よ。この二人の父親は長年君主の長寿を支え続けたから、かなり地位が高いわね。小夜子の父親は小遠。長遁の父親は長水という男です。長寿の動画で名前だけちょこっと出した人物ですね。長遁は当時、ナンバー2に甘んじ、上は君主を補佐し、軍事においては小夜子を補佐し続けたけど、上皇の家庭教師であった楊諸穂が、小夜子は性格に問題があり、このままでは何か問題を起こしそうです。その点長遁はすごい人物なので、彼を宰相にするべきです。と言い、上皇を説得させたわ。これで長遁と小夜子の地位が逆になったので、お互いにギクシャクしたわ。というか小夜子が憎んだの。まだ、主君本人から君を降格処分にする、と言われれば、自分の不徳のせいだ、と生地思えるんですが、彼は他人の残言で蹴落とされましたからね。同年、君主の上皇が病死し、秦では激震が走ったわ。彼の在位期間はたった7年ほど。彼の息子の太子は幼すぎて政務を取ることは不可能。そこで長遁は会議を開くと、ご主君の弟を次の君主にしましょう、という流れになり、長遁は秦から孔子楊を招こうとし、小夜子は秦の孔子学を呼びたくて互いに争ったわ。もうちょっとさ、お互いに譲歩しましょうよ。君主が亡くなって国の存亡の危機なんですから。小夜子は、秦の孔子学様を次の君主にするべきだ。と意見すると、失礼ながら、孔子学様は孔子楊様ほど、血筋が良いわけでもなく、さらに言えば秦は小国で秦は大国。吉見を結ぶのならば秦です。
さらに言えば孔子王様の徳は天下に知れ渡っており、すべての要素で彼が上回っています。と張遁が主張し、子や子もこれに黙ったわ。まあ張遁が鼻につくのもわからないではないですが、今回は子や子の方が具が悪いです。張遁は、真に孔子王を迎えに行かせる使者に秦国内のナンバー6の実力者、鮮別と、当時全くの無名と言ってもいい司会を抜擢したわ。正直、私はなんで張遁が司会にこんな大任を与えたのかわかんないわ。もっとふさわしい人物がいると思うのだけど。さっきからナンバー2とかナンバー6って言ってますけど、序列ってわかるもんなんですか？他の国だと確かにわかりにくいんだけど、秦だけに限って言えばわかりやすいわ。秦は三軍制度を採用していて、上、中、下の3つの軍をそれぞれ大臣クラスが率いる決まりになっているの。大臣が将軍と副将を兼任するので、結構わかりやすいものよ。現状で言えば、中軍を率いるのが最小の張遁。副将は子や子。上軍を率いるのが仙骨。副将は規定歩。下軍を率いるのが純林歩。副将は選別。この軍は、中、上、下の順で偉さが決まってるので、下軍の副将の選別は序列6位ってことね。この6人の大臣を陸系と当時呼んだわ。大臣が将軍も兼任するんですか？それは大変ですね。選別はめちゃくちゃこれを喜んだでしょうね。孔子を迎え入れるだけで功績をもらえる、と。しかし同僚の純林歩は、いやいや、お前まずいって。だって夫人も大使も国内にいるんだよ。それで外から孔子を招くんだぜ。絶対返事が起きる。君は病気だとでもいい。誰かに任を代わってもらえ、と言ったけど、選別はこれをそそくさと断り、さっさと司会を連れて秦に行き、孔子王と面会。彼は秦に戻ることにし、秦の高校も、長子殿も秦に戻る際、苦労したと聞く。その教訓を生かし、護衛軍をあなた様につけよう。と言った好待遇をもらい、孔子は秦へと向かったわ。これでようやく秦に君主を迎え入れられます。きっと孔子王は、鮮別と司会に感謝し、彼ら大きく出世させるでしょうね。しかし、張遁の政敵の子や子が無理やり、秦の孔子学を招こうとし、張遁は焦り、孔子学に刺客を送り彼を暗殺。子や子は当然秦にいることはできず、敵へ亡命。張遁は彼のために一族を敵に送ったわ。むむむ。仕方がないです。張遁と子や子はもう性格が合いません。これで秦君主を安全に招くことができます。彼の亡命から、秦国内は揺れ始めるわ。上皇の夫人だった牧英派息子の大使を両手に抱えながら、先君に罪がありましたか、大使に罪があるのですか、もし国外から君主を招いたら、この子はどうなるのですか、と朝廷で泣き叫び、ついには最小の張遁の家にまで足を運び、先君はあなたにこう言いました。この子に才があるのならば、それは貴殿の教育の賜物だ。不才ならば、うまく教育できなかった君を恨もう。と、この言葉をもう忘れたのですか？なぜその言葉を無視するのですか？と張遁の家の前で、地面に頭をつけながら、ワンワンと泣いて、大臣たちを苦しめたわ。確かに彼女の言葉が真実ならば、張遁に非がありますが。もう鮮別と司会を秦に派遣して、孔子を送ってきてもらってます。もう手遅れです。ところがどっこい張遁は、牧英の一族から恨まれるのと、これ以上の大臣の離反はマジでヤバいと思ったのか、土壇場で大使を次の君主にすることにしちゃったわらわら、牧英の子の大使、霊光が一瞬で君主になっちゃった。はぁ、あ、え、だって秦から孔子用の軍がそろそろ来ちゃいますよ、まずくないですか。まあ当然まずいわよね。だから張遁は全軍で出撃し、我々が出迎えれば、秦は賓客になるが、我々が拒めば敵になる。とかいう正直わけのわかんない理論を展開し、彼は霊子の地で孔子用の大軍を奇襲。大いに破るわ。そもそも招いたのお前たちやんけ、というツッコミはダメです。この戦いで下軍を率いていた鮮別は、張遁に突き従うわけにはいかない、と思ったのか秦に亡命するわ。これに純林歩派止めきれなかった鮮別だ。
として、彼の一族を秦に送ったわ。あと、ついでに司会も秦に亡命したわ。もう正直、長遁にはついていけないしね。長遁の一貫性のなさには正直ついていけません。秦の高校は無名の司会を軍事顧問に抜擢し、紀元前615年に無道の秦を攻め、土地を奪ったわ。その後、秦側も三軍を出して下局の地で決戦の流れとなり、秦軍は守りを固めて攻めあぐねたわ。遠征軍は守りを固められると正直きつい。そこで司会は秦の高校に、この面倒くさい作戦は異変という男が立てたのでしょうな。ところで、秦の宰相、長遁のいとこに挑戦というものがおります。かの者は、君主の信任をもらい、勝敗を度外視し、勇気だけを頼りにし戦いをしております。また異変が上軍副将になったことを妬み、彼を攻撃すれば彼は確実に砦から出てくるでしょう。と進言し、秦軍が朝鮮を集中的に攻めると、彼は砦から出陣。長遁としては一族の彼が危機に陥ったので、もう秦軍全員が砦を出て決戦をしたわ。一日経っても勝負がつかず、秦軍は夜間に一度撤退した後、再度秦を攻めて彼らを苦しめたわ。司会はこれまで戦いの指揮なんてしたことがないわず。そんな彼が、母国ではなくて、外国の秦で徴用されて飛躍するのも皮肉ですね。司会と共に亡命した選別だけど、秦兵の亡命を機に彼は歴史から名が消えるわ。唯一残っているのは、司会は秦兵一緒に亡命した選別と3年間も顔を合わせなかったわ。ある人に、なんで選別と顔も合わせないのですか？と聞かれると、私は選別と同じ罪で亡命してきた罪人だ。彼を慕ってついてきたわけでもない。会う道理がないのだ。と、暗に、長遁の暴挙を止めきれなかった選別には従わない。と言ってるのと同じね。陸系の一人だった選別だったら、彼に反論ぐらい言えたわずですからね。長遁は非常に悩んだわ。秦では亡命した司会が才能を発揮して攻めてくるし、小屋子も小屋子で、敵に亡命した後でめっちゃ攻めてくる。ここに至って波長遁は陸系会議を行い、司会と小屋子に毎年のように攻められている。どうしたらよいのか？と相談したわ。どちらも秦のウィークポイントを知る者同士。きつい相手です。長遁の側近純林波は、小屋子を国に戻しましょう。彼は外交の才があり、さらに計算処理能力が高い。さらに長寿様を助けた後進の息子です、と言ったわ。これに、待った？と声をかけたのが、かつて秦の軍校に謀反を起こした激勢の息子の激血だったわ。彼は、小屋子を戻す、ご冗談を。すべての乱は小屋子を原因として始まったのです。司会を国に戻すべきです。彼は身分こそ高くないが、恥を知っており柔軟で、さらに不義を起こさない。これこそ今の秦に必要な男だ。と言い放ち、長遁は激血の意見を採用し、司会奪還作戦を決行するわ。奪還作戦って、どうするんですか？今や司会は秦の重鎮です。やすやすと引き抜けるとは思えませんが。紀元前614年、秦の義寿与が戦わずして秦に降伏してきたわ。彼は義の領地を持っていたので、土地ごと寝返ったわ。秦の高校はこれにひどく喜び、彼の降伏を無条件で許したわ。そこで義寿与は、秦の国出身の人物で、我が義の長老たちを説得できる人物はいませんか？彼らは秦に降伏するのを拒んできます。と、言ってきたので秦の高校は、お、司会がぴったり当てはまるじゃん。と思い、彼を義に派遣しようとしたわ。義寿与は司会と会うと、彼の足を思いっきり踏んで合図を送ったわ。何すんねん、足痛いやんけ。司会はこれで全てを悟ったわ。彼は秦の高校に、秦はまさに古老の国と呼ばれている国で秦義の心がありませぬ。もし、義寿与が約束を破り義の地を渡さなければ、私は義の地で処刑され、我が家族は秦で処刑されてしまいます。これに何の益もありませぬ。と秦の高校に直訴すると、もし義寿与が義の地を渡さなくとも、私はあなたの家族を傷つけない、と言ったので、司会はしぶしぶ義寿与と行動を共にしたわ。彼は秦を去る際、
真の上長という人から鞭をもらい、今回の件は私が五子君を説得できなかっただけのこと。真にはあなた以外にもたくさんの人材がいる。と言い、彼を見送ったわ。司会は義の地へたどり着くと、義の民はこぞって彼の帰還を喜んだわ。そして彼はそのまま真に亡命し、真の高校も騙されたか。と思いつつも、約束通り彼の家族を真の国に送り返したわ。数年ぶりの母国です。真にはこの時いろいろありました。例えば、司会のお兄さんが反乱を起こして処刑されたりもしたんです。司会は国に帰ると一気に台風の位に上り、随夜藩という町をもらい分家を建てたわ。さて、当時の深刻だけど、もうはっきり言ってめちゃくちゃよ。元君主の霊光は幼い時は、最小の長豚の言うことを聞いて真面目に統治してたけど、次第に自我が芽生え始め、自分でいろいろとやろうと、したわ。彼はなぜか自分を盛り立ててくれた長豚を異常に憎んでいたわ。長豚が生と戦っていると、霊光は生から賄賂をもらい勝手に和睦したり、高台の上から石を民に落として、その反応を見て笑うぐらいヤバかったわ。暗い。あまりにも暗い。ある時、司会と長豚が一緒に歩いていると、料理人の遺体を運んでいる人を目にしたわ。彼女に話を聞くと、霊光様は熊の手がよく見えていなかったという理由で料理人を殺害いたしました。という話を聞いて長豚は、俺がいさめなければ。と思い、霊光の元へと向かおうとすると司会は、待ってください。あなたは最小です。そんなあなたが説得に失敗すればもう誰も霊光様をいさめられません。まずは私からいさめます。と願い出て、司会は霊光と話そうとするけど、霊光は無視し続けたわ。大人の対応とは思えねえ。霊光は一応成人はしているみたいです。ということは、16歳ぐらい、ですかね。司会が何度も霊光の前に立つと、わかったわかった。罪は改める、と彼が言ったので、そうです。謝ってあと、改めることが大事なのです。と司会は言ったわ。でも、霊光は態度を改めないばかりか、なぜか長豚を暗殺までしようとする始末。本当に。なぜ？長豚と霊光では格が違いすぎて、この暗殺は何度も失敗するわ。長豚が亡命しようとして国を出た後、彼のいとこの長仙が君主の霊光を殺害したわ。長豚はこれを聞いて亡命を止めて国に戻ったわ。そして君主殺害の張本人の長仙を処刑しなかったことにより、彼が君主殺害の汚名を受けることになるのはまた別の話。いつか張本を紹介するときには、なんで長仙が君主を殺害したのに責任が全て張本に行ったのか、張本は有能な宰相だったのか、を紹介したいですね。霊光暗殺後、張本は州の国から孔子を呼び成功を即位させたわ。そしてすぐに宰相を引退。激血に位を譲り、彼が紀元前597年に病死すると、宰相の位は順林浦に流れ着き、その時代の英雄たちが次々と勇退していったわ。では最後に、司会の最後の戦い、質の戦いを紹介してこの動画を締めたいわ。その相応が帝という小国を攻めたわ。帝は真に援軍を要請したけど順林浦は、帝は約束を破る国。どうせすぐそに降伏する。と思っていたら、帝は滅ぼされるわけにはいかない、と一致団結を取り、粘ったわ。帝はすぐにそに下ったり真に下ったり優柔不断なんですよね。だからすぐに降伏すると思ってたんですが、帝側としても裏切りすぎて今度はそに滅ぼされるかも、と思い、本気で防衛しました。順林浦は意外と帝が粘っている。と思い、援軍を送ると、着いた途端に帝は楚に降伏。しかもその相応は帝を滅ぼさず、和睦をすることにしたので攻める大義名分を失った順林浦は、撤退しようかな。と今や秦の上軍の将となった司会に相談すると、司会もこれに同意したわ。上軍の将といえば、序列で言えば3位ですよ3位。司会も出世したものです。しかし中軍の副将の戦国が無断で出陣し、仕方なく秦軍は軍を動かし楚軍と相対したわ。
ここで純林保は致命的な失策を起こすわ。彼は祖軍と和睦を結ぶために和睦の使者として義義と朝鮮を選んだのよ。彼らは祖軍と戦いたくて仕方ないわ。だから、無断で出陣しちゃったわらわら。これは、軍法会議ものですよ。ここで司会の部下の上軍の副将激国が、義義と朝鮮は和睦を望んでおりませぬ。万が一に備えて防備を固めては、と言っても誰も相手にしなかったわ。ただ、唯一司会だけは、そうだなぁ。防備を固めて損はあるまい。蘇が攻めてきても大丈夫なように伏兵を置いておこう。と司会は伏兵を周りに仕込んだわ。義義と朝鮮は無断で蘇軍を攻撃した挙句、蘇軍本陣の防備は固く、負けて帰ってきたわ。すると蘇軍は全軍で攻めてきたので、守りを固めていなかった新軍は慌てふためき、総大将の純林保も混乱し、黄河を一番に渡り切って撤退した者に褒美を出すぞ。と宣言したせいで、中軍と下軍の兵士たちは戦わず、逃げ出しはじめて軍が壊滅したわ。唯一、司会の上軍だけは伏兵を張っていたのでこの奇襲を早めに感じ取り、その勢いはすごい。戦っても負けは必死だろう。ここは引くしかない。と撤退を開始。自らしんがりに立ち、彼の軍だけは唯一無傷で国に撤退したわ。他の軍は壊滅しているのに彼の軍だけが無傷。これは勲章ものですよ。純林保は国に帰ると、私のせいで戦いに負けてしまいました。責任は私にあり、死罪を願います。と願い出て、これが受理されようとすると司会は、昔、私は文皇長寿様と外上牧での戦いに参加いたしました。そこで長寿様はそう破ったのですが、長寿様は全くと言っていいほどお笑いになりません。そこでその将軍私欲が敗戦の責任を問われ処刑されたと聞き、長寿様は初めて笑みをこぼしました。純林保様を処刑するのは、真にとって害でしかなく、そには利益しかもたらしません。どうか罪を許してください。と願い出て、純林保は無罪となり、後に司会が彼の後を継ぎ宰相になったわ。ついに宰相にまで、上り詰めました。司会が宰相になると、真の盗賊は司会を恐れ、真に次々と逃げ出したわ。そして彼は、州王室に行った際、礼儀を知らずに恥をかいたので勉強をし、反武士の法というものを作り、真の礼儀作法を整えたわ。そして、彼の部下の激国を征に派遣した際、彼は足に障害を持っていたため、征の君主と夫人からクスクスと笑われたわ。これに彼は、めちゃくちゃに怒り、征に復讐する、と言い出したわ。司会はこれに対して、人の怒りの邪魔をすれば災いが来る。激国の怒りは半端ではなく、征の復讐を許さねば、この怒りは秦国内で発散し災いになる。故に私は激国に最小の地位を譲ろうと考えている。と彼の息子に話し、彼はわずか2年で最小から引退したわ。後に彼の息子の師匠も名将と呼ばれるのは少し後の話。彼は、秦の歴史上、司会が最高の最小だ。と春秋左氏伝で評価されているわ。二つの国を行き来して、最後には母国で名将と評価される。素晴らしいことです。さて、いかがでしたでしょうか。今回の人は、もしよろしければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。久々に武将外伝の方に紹介してほしい武将が届いたので、とても嬉しかったです。それじゃあ、またねー。